はい、皆さんこんにちは。写真家の岡本豊と申します。私はこちらにありますボーイング787という飛行機をテーマに、日本全国取材活動をしたり、あと自分自身の作品作りに日々励んでおります。今回はですね、こちらにありますビヨンドザスカイ光の中へという写真集を、この9月にキャノンさんの方から発売いただくんですが、その中から、3枚ピックアップいたしまして、皆様にご紹介をしたいと思います。日頃は風景写真とか、あとスナップ写真を撮影されている方にも、参考になるお話をさせていただいておりますので、ぜひですね最後まで、ご覧いただけると、嬉しいなと思います。それではスタートしていきます。どうぞ。はい、それではまず最初の作品になります。こちらは沖縄県で撮影したんですけども、皆さんも沖縄というと、青い空、そしてエメラルドグリーンに輝く海を想像される方もいらっしゃると思うんですが、まあ、そこにですね私も飛行機とその沖縄らしい風景を狙って撮影をさせていただきました。そこでこう実際にこの青い海をこうカメラに写した時、写真になった時によりこう目で見たように残したいっていう時の一つのポイントとしましては、太陽の位置、まあ、もちろん天気が晴れている時っていうのは当然なんですが、太陽の位置にあると思います。まずカメラを構えていただいて、自分よりも太陽が背中側にある時、もしくはちょうど真上にある時にシャッターを切っていただくと、実際に自分が見ている青い海が映せると思います。逆に自分よりも正面側に太陽がちょっと眩しいなっていう感じでシャッターを切ってしまうと、さすがの沖縄といえども、この写真に青い海が映らなくなってしまいますので、その太陽の位置というものを意識しながらシャッターを切っていただけると、ああ沖縄行ってきたなっていうような写真が残せるのではないかなと思います。まあ、私もこの作品に関してはもちろん天気にも恵まれたんですが、もう一番太陽の位置がいい時にボーイング787がこう絡んでいくっていうのを意識して撮影をさせていただきました。ぜひ太陽の位置意識して撮影をしてみてください。はい、この作品は桜とボーイング787を撮影しました。私の中ではですね、もう会心の一枚が撮影できたと思っております。ポイントなんですけども、桜もですねやはり美しい太陽光が当たることによってよりこう綺麗な発色をすると思います。この写真はかなりローアングルから空を見上げてこう撮影をしてるんですけども、その桜の木が下からこう綺麗な太陽光が当たるために太陽の位置が低くなるまで、粘って撮影をしております。皆さん結構ですね同じ場所そこもう行ったからとかっていうことをよく聞くんですけども、同じ場所であっても日本には四季があって太陽の角度が変わるので見え方がこう変わってきます。ですのでぜひですねまたちょっとこう日にちが経ってからその同じ場所に行ってみることによって新しいこう発見をすることができるかもしれませんので、そこをちょっとこう実践していただきたいなというふうに思います。ポイントの2番目なんですが、この作品はですねやはり桜も主役ですし、もちろん飛行機も主役になります。ですのである程度絞りを絞ってこう両方にこうピントを見せたい、でもちろん飛行機にピントを合わせてるんですが、絞っていくとシャッタースピードが遅くなってしまい肝心の飛行機が少しこう動いてしまうんですね。ですのでしっかり飛行機を止めるために ISO 感度をこう高めに設定をして、飛行機が動かないようにピシッとこう止めて撮影をしております。ですね、撮影されるときちょっとこの ISO 感度をコントロールするっていうこともちょっとこう頭に入れていただきながら撮影すると面白いと思います。逆にちょっとこう動感を出したいとき、ちょっと動かしたい、今日風があるからちょっとこう動かしたいなっていうときなんかは ISO 感度を下げていくことによって、シャッタースピードを遅くすることができるということも覚えておいてください。あとですねこの作品はこういったフィルターを使いまして、レンズの先にフィルターをつけて、空の色をより自分好みにしたりとか、あと木のこう発色、葉の色を変えたりとか、そういうことをすることもできますので、こういったフィルターというですねアイテムも参考にしていただけるといいのではないかなと思います。
こちらは夜の羽田空港で撮影をさせていただきました。僕の中でなんかこう羽田空港というと東京の大都会の大都市空港という賑やかな、イメージがありましたので、それをこう自分が感じていることを写真に表現したかったということです。ポイントはですね、大きく2つあると思います。一つは、この1枚の作品にですね、30秒間という長い時間、録音時間をかけています。ですのでさすがにですね、カメラを手に持って手持ち撮影で30秒耐えるっていうのが難しくなってくると思いますので、今回はこのようなですね、しっかりした三脚を、周りの方にね、ちょっと迷惑にならないようにしっかりと位置決めをして、しっかりカメラを固定して、動かないように固定して、撮影をさせていただきました。ポイントの2番目です。カメラをですね、購入していただくと、デジタルフォトプロフェッショナル4というソフトをダウンロードすることができるんですが、そちらのソフトを使いまして、この時ですね、私30秒間録音したものを約30枚ほど撮影をしました。その中から20枚選びまして、その20枚をデジタルフォトプロフェッショナル4で多重合成をして今ご覧いただいている作品に仕上げています。ちょっとこう写真撮影に慣れてこられましたら、そういった付属のソフトを使っていただくことによって新しいこう表現を見せることができると思いますので、ぜひそういったこう夜の、ね、撮影なんか、もちろん飛行機じゃなくても、こう夜のこう都会の高層ビルから、ね、景色をこう撮影していただいたりとか、することでも活用できると思いますので、ぜひチャレンジをしてみてください。この動画ですね、収録は自宅で、させていただいております。実はこう初めてこういう経験をさせていただいたんですが、意外とですね、この収録の時に音が入ってしまってなかなか難しいものだと。自宅は羽田空港の近くにありまして、風向きによってはこう真上を飛行機が通過していくので、その飛行機の音も入ってしまうというですね、なんか限られた時間の中でのこう収録だったんですが、そのなんかこう収録ができた時の喜びというのがですね、やっぱり写真撮影で自分が思い描いているものが撮れた時と同じだなというふうに、今回感じました。この作品はですね、沖縄で撮ったものなんですが、本当は別の場所で、撮影してたんですが、朝から雨が降ったり止んだりしてたので、もしかしたらこれ太陽が真上に行った時にハロが出るんじゃないかなっていう、そういう雰囲気があったんです。1便しかない787だったんですが、勇気をかけて絞って場所移動しまして、空を見上げて撮影するとですね、見事に予想は的中しまして、ハローの真ん中に太陽の中心に787が駆け抜けてくれた、本当に感動したシーンでした。その沖縄からの帰りの飛行機でもですね、上空4万フィートで同じようなハローを見ることができたんですが、さらには787の翼がですね、虹色に輝いていたんですね。もう本当にシャッターを切りながら、いやもう本当に写真を続けて撮ってきてよかったな、こういう光景に出会えるんだなっていう感動をいたしました。私はですね、様子学園の講師もさせていただいてるんですが、ぜひですね、こういった写真の感動、喜びをですね、一緒に楽しんでいけたらなというふうに思っておりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。また引き続き、ボーイング787のかっこいい写真をですね、自然体でこれからも追いかけていきますので、そちらの方も応援していただけると嬉しく思います。今回は、最後まで、ご覧いただきましてありがとうございました。